皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は、とても元気です。今日はですね、結構早起きしちゃってですね、二度寝しようとしたんですけど、なんか、夢ばっかり見ちゃって、あ、じゃあもう起きた方がいいんだと思って起きてみたら、結構元気で、そのまま、もう家事やって、YouTube 配信もやって終わりました、はい、今カキピー食べたばっかりで口がカラッカラなんでおビールいただきたいと思います。おいしい。あー、もう口がカラカラの時のビールはもうたまらんですね。これはね。はい。いやー、危険だ。これは。依存症になるぞ。嘘ですよ。依存症に関するね、テッドトーク聞いたんですけどね。依存は孤独が生み出すものらしいんですよ。はい。例えば、もう、よく考えたらわかることなんですけど、あれ。病院とかで手術をしたりする人が痛み止めでモルヒネを打つじゃないですか。で、2週間3週間打つ人もいるじゃないですか。その人が自宅に帰った時に、ああモルヒネが欲しいとか言わないじゃないですか。はい、そうなんですよ。実はこう一般的に考えられていた依存症という仕組みはネズミの実験でも行っても分かったことなんですけど、なんと孤独の時にしか発生しないらしいんですね。はい。これびっくりですよね。はい。はい。そうなんですよ。これ勉強しました、テッドトークで。はい。ぜひご覧ください。私、テッドトークを字幕付きで楽しもうっていうコンテンツ毎日配信してるんで、はい。よかったらそれ見てください。本当にいろいろ人生の勉強になりますんでね。あと科学に関する最新情報とかを分かりやすく解説してくれますから、本当に。はい。だから僕は言いたかったのは、僕はアルコール依存症じゃないよっていうことです。はい。言いたかったことはそれだけです。はい、はい、いやー、今日は休日ですけど、なんかさっき雷鳴ってたですよね。はい。雷鳴ってましたよ。雨ですよ、今。はい。その後も曇り時々雷になってますね。どういうことだ、曇り時々雷って。今は雨時々雷みたいな感じになってますね。雷注意報が出てます。はい。もうお外には出ません、今日は。今日は家で映画でも見ようかなと。いう魂胆でございます。はい。ですね。はい。ああ、そうですね。土曜日ですからね。はい。なんか楽しいことでもやんないと。まあ YouTube 配信も楽しいんですけどね。はい。YouTube ばっかりやっててもね。はい。YouTube 気違いかと思われちゃうんでね。はい。もうこの辺にしとこうかなっていう感じですよね。はい。もう休憩です。もう終わりました。もう全部配信したいことはやりました。そうですね。まあゲームのように楽しんでますよ、YouTube を。はい、私は。はい。そうですね。収益性考えてないんでね。はい。何も、なんていうか、こう、切羽詰まったものはないですよ。はい、はい。ただの日課です。ただの日課。はい、はい。確かに、配信が終わると落ち着くっていうのはありますよ。はい。だからビール飲んでるんですけど、はい。確かにやり終わると、ああ、これでやっと落ち着いたっていう感じはありますね。なんかもう、やらなきゃいけない家事の一つみたいになってますね。もう YouTube 配信が。はい。そうですね。はい。なんか、こう、寝る前に小説5めくり10ページぐらい読まないと寝れない。気が済まないみたいなね、のとちょっと似てるところがあるかもしれないですけどね。はい。人によっていろいろあると思いますけどね。はい。食後には
コーヒーを入れないと気が済まないとかね。はい。そういうのはね、別にいいことだと思いますよ。はい。ね。それでコーヒーが切れてたら怒り出すとかだったらちょっと危ないと思いますけど、それは依存症だと思うんですよ。それは依存症だと思うんですよ。はい。そうじゃなければね、別にね、いいんじゃないですか。はい。そうです、そうです。そうですね。いやー、ね、もう、最近仕事の話ばっかりしますからね、今日は仕事の話は、今回は仕事の話はしませんよ、もう。もう散々しましたからね。はいはい。そうですね。いやー、柿ピーがね、また新しい味出してね、また買っちゃいましたよ。今日届くんじゃないですかね、多分。はい。もう柿ピー気違いですからね、私。はい。柿ピー新しい味が出たら必ず買いますからね。はい。そうなんですよ。12袋入り。あ、12袋って言っても、1袋の中に小分けした6袋が入ってるんですよ。だから 12×6 で72で合ってますか？はい。72袋入ってるんですよ、小袋が。はい。そんなのを買ってね、1年かけて食べるっていう。はい。柿ピー1日に1個しか食べないんでね、僕は。はい。なかなか減らないんですよね。そうなんですよ。いろんな味があるんですよ。スタンダードの味ももちろん食べてますけどね。はい。スタンダードの味も美味しいですよ。はい。均等に食べてますね。均等に。はい。ピーナッツを増してね。はい。ピーナッツ脳にいいんでね。はい。脳にいいナッツの中ではピーナッツが一番コスパがいいんですよ。はい。ピーナッツって安いくせに、脳への効果がすごくいいんですよね。だからピーナッツを食べてますね、よく。はい。まあ、アーモンドもちょっとだけ食べてるんですけど、はい。けど、基本的にはもうピーナッツをたくさん食べてますね。はい。だから、柿ピーは、柿の種よりもピーナッツの量の方が多いんですよ。だから、柿の種を食べてるのか、ピーナッツを食べてるのか、よくわかんない状態なんですよね、もう。はい。ピーナッツ食べてんじゃねえの？みたいな感じですね。はい。柿の味で味付けされたピーナッツを食べてる感じですね。はい。そういう感じですね。柿の種とピーナッツが完全に数が逆転してますからね。ピーナッツを増すことによって。はい。そうですね。それが私の昼ご飯です。毎日の昼ご飯です。毎日じゃないか。外に出た時は違うんですけど、家では毎日の昼ご飯です。私の。はい。それだけです。はい。まあ、だからダイエットうまくいってるんですよ。はい。そうですね。けどダイエットするとね、どうしてもね、はい。お肌の張りがなくなっていくんですよね。もうしょうがないですよね、これはね。まあ、リフトアップしようと思ってるんですけどね。ダイエット成功したらリフトアップしようと思ってます。はい。最近技術が優れてるらしいんでね、糸1本でね、ピーンと引っ張ってくれるらしいんでね、しかも安いらしいじゃないですか。で、失敗も少ないらしいじゃないですか。はい。ピーンと引っ張ろうと思ってますけどね。はい。まあ、そこまでやるかどうかも、痩せてみたときに決めますけど、はい。絶対やるぞと決めてるわけじゃないですよ。はい。まだまだ、8キロ残ってますから。はい。8キロですよ、まだ8キロ。はい。普通ダイエットって言ったらね、最近ちょっと太っちゃって、2、3キロ太っちゃったから2、3キロ減らさなきゃっていうのがよくある皆さんのね、太ったって。ちょっと最近太り気味でっていうの表現でしょ。僕の場合はね、30キロ太ったところから始まってますから、はい。8キロって言ったらもう結構減らしたなって感じなんですけど、普通に考えたら、8キロってよくそんなに増やしたねって、8キロでもそこそこ言われる量ですよね。はい。だから、まだまだ道は遠いんですよ。はい。まだ考える時間はいっぱいあります。はい。そうですね。そうですね。まあけど、順調に減っていってるんでね、リバウンドもしてないんでね、長期間かけてね、長期間かけて減らしていってるんで、はい。そうですね。まあ、リバウンドはしないんじゃないかなと思ってます。はい。大丈夫です。はい。まあ、エクササイズ用の曲も作り始めましたし、今日から。はい。今日はまず音選びからなんですけどね。音選びの途中で終わったんですけど、はい。まあ、エクササイズ用の曲を作って、
その曲を流しながらエクササイズしようかなと思ってます、毎日。はい、筋力をつけてね、筋力をつけてリバウンドしにくい体を作るということを目指そうと思ってます。はい、そうですね。はい、そんなところでございます。はい、今日は今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。良い一日を。